月つぶれた夏の夜、月夜に紛れて鬼かくる、さびれた秋の夕暮れの灰寺の下で目が光る。日暮れも暗き冬の山、人知らずもの沼の底、黒のかんざしただ残る、ただ残る、ただ残る。皆様こんばんは。日本怖い話へようこそ。今日は船の中で起こった語られた怪談の話集です。この番組は日本の古今東西南北の怖い話をご紹介していきます。怖い話案内人の佐奈美優子と、はい、アシスタントのこけしです。どうぞよろしくお願いいたします。さあ本日はこちら、浮世草子人呼ぶねの怖い話というものです。今皆さんにご覧いただいておりますのが実際のこの人呼ぶねの書かれた草子です。浮世草子ということで江戸時代に書かれまして、まあ、こう筆で書いてあるんですけれども、一枚一枚のこの字で書いてあるところも美しい、そんな浮世草子をご紹介いたしましょう。人呼ぶねは北条断水という人が書きました。聖徳2年、西暦でいうと1712年の浮世草子です。これが面白いんですよ。江戸時代ですね、京都と大阪の交通はもっぱら淀川の水運を利用していたんですよね。そこで船は伏見から出て淀川をゆっくり下って、大阪の八軒家を終点とする、まあ、そんな定期乗り合い船があったわけです。これを三十石船だとか人呼ぶねと呼んでいたんです。そして、まあ、下り上り、そこに諸国の老若男女がいたということです。まあ、今と違ってスマートフォンなんかもありませんし、まあ、この当時そんな文庫本なんかもありませんからね、まあ、みんなつまんないわけですよね。そうするとそこでそれぞれの国の奇談を語ったり聞いたりするんです。そのような趣向から名付けられたのが人呼ぶね。内容は一種の諸国奇談集というわけなんです。著者の北条断水という人は大阪の浮世草子人形浄瑠璃作者、徘徊師の、これは教科書に載っていて皆さんもご存知かな、伊原西鶴の最も忠実な弟子でありました。そしてこの北条断水自身が俳人や浮世草子の作者です。青木露水など有名ですね。交友もあって当時の大阪の作者としても大きな存在でありました。この人呼ぶねも良質な話から成り立っているとの評論が加えられていまして、まあ、非常に面白い話が多いんですよね。皆さんも船そして電車の中などに乗った時にそんな怖い話をしてみたくなるものかもしれませんが、では船の中でどんな話が語られたんでしょうか。まあ、これですね、単にこう作り話でみんなが創作をして話し合ったというよりも、まあ、諸国の奇談集ということで、まあ、自分のところの地元ではこんな話があったんだよというような話が多く語られていますので、まあ、こう奇想天外な奇抜の話も多いんですが、もしかしたら本当にあったことなのかななんて思ってしまいます。では読んでいきましょう。この浮世草子、巻が、まあ、何巻かあるんですが、巻の、3-1ということです。まあ、第3巻の1つ目に載っているという話で、手柄話は身の縁です。昔身の島、九州北東部にあった海域です。天正の頃杉氏が支配した場所です、という場所がありました。その美濃島のお姫様はとても美しく心も優しかったんです。
そして、月、雪、花、紅葉と巡る歳月を重ねて今年で13歳になられました。まあ、非常に美しい表現が使われていますけれどもね、まあ、月や雪、まあ、そんな冬だったり、まあ、花、春でしょうか、秋、紅葉、まあ、そんな毎年過ごしているうちに13歳になりました。さあ、その春のことです。三味の中将殿へお越し入れになることが決まり、家中はとても浮き立っていました。まあ、偉い人とのご結婚が決まったということですね。さあ、けれどもこのお姫様が突然病気になられ、大方ならず苦しまれました。お医者は手を尽くしましたが、少しもその効果はありません。そこで内密のことではありますが、その病気は離婚病という世にも稀な奇病であったというんです。まあ、一体二経体が二つになる奇病とありますが、まあ、これいろいろ調べてみますと、魂が肉体から分離して一人が全く同一の二人に分かれると信じられていた病気、影の患いというふうに説明されていまして、今でいう無遊病のように睡眠中に無意識のまま歩いてこうさまよう、そんな病気なのではないかとも言われています。まあ、いずれにしても今の医学の中では離婚病という病気はないんですけれどもね、当時はそんな病気があると信じられていたのかもしれません。まあ、離婚なんていう響きだと、まあ、結婚している男女がこう別れてしまう、そんなイメージが、ある、まあ、耳に聞こえる言葉ではありますが、まあ、魂が離れると書いて離婚、離婚病、そんなものが昔はこうたくさんあったのかもしれませんね。さあ、これは俗に影の患いとも言われていました。病気が回復しない限り中将殿への婚礼の儀は取りやめになってしまう。すると家の面目も潰れてしまうわけですね。さあ、そこで部屋付きの役人の上南光右衛門という人が資料を巡らせました。なんとかしなければならないと。そこでその頃愛彦山の山伏である初期坊、まあ、鬼に勝つお坊さんと書いて初期坊というんですね。なんか強そうなお名前ですけれども、初期坊という名高い賢者がいたわけです。そこで家事を招いて、そこで彼を招いて1週間家事の行法に励み、盆唱を修して丹精を込めると、盆唱、盆音訳と書きます。まあ、そうやって丹精を込めると奇病は見事に回復したのであるということです。さあ、皆さんその絵をご覧ください。まあ、まずこのですね、屋敷がすごいですよね。お部屋が広くて何畳なんだろうなんてこう数えてしまうんですけれども、まあ、畳がたくさんあるお部屋の中に、まあ、こんな風にこう真ん中にこのお姫様がいるんでしょうか。お姫様がこう病気が治ってこう立ち上がっているところのような様子でしょうか。そしてこの絵の中には初期坊がこう一生懸命こうお祈りをしているところが見えますね。そしてこの興味深いのはこの画面の左端をご覧ください。なんとここにはこう首がスーッと糸を引いているように出ていますけれども、これが離婚病というものかもしれません。つまり離婚病のこの首、生首はスーッと逃げていったのかもしれませんね。まあ、そのようにこのお姫様の奇病は見事に回復いたしました。そこで来週の越期は、申すに及ばず、まあ、非常に喜んだということです。光右衛門も大いに面目を施し、初期坊は礼を厚く頂戴したということです。まあ、多くの金銭をいただいたんでしょうかね。まあ、そうやって病気を治したわけです。まあ、いい話はここまで。ここから少し不穏になってきますよ。さあ、彼が本山に帰る宵に糸孫をよしに右衛門宅を訪れました。この度のことはあなたの霊力を強く感じるものですが、と貴殿の霊力を非常にこう褒めたたえるわけです。と挨拶しながら光右衛門はさらに、この上はこの病が世の噂にならないようにと頼み込みました。あ、それはそうですよね。お姫様がそんな病気になっていたなんて知られたくないと思います。そして離婚病のことは話には聞き及んでいましたが、目で見たのは初めてです。このような類が世にあるとは信じがたいのですが、
と孝右衛門が尋ねますと、病気を治した初期望は、このように今まで見たこの離婚病などについて、うんちくを語り始めるわけです。ちょっと難しい表現が続きますが、読んでいきますね。それは限りなき天地創造の変の一つで、平凡な見識で考えきれないものです。この度の大病気は、ご病気は別に不思議なことではありません。博物誌という書物を見ると、南方に死闘版といって、夜ごとに人の首が体から離れて耳を翼にして飛ぶ、まるで鳥のようだと書いています。この死闘版という言葉も非常に印象的ですよね。この死という字ですけれど、これ屍編などと言われていまして、そうした、亡くなった方のご遺体だとか、そうしたこう、死を表すような言葉だそうですね。また総人記にも女の首が飛ぶことを載せています。また最近鉄鋼録を見ましたが、陳腐というものは南蛮紀行の詩に首の飛ぶことはろくろのようだとあり、その国では珍しくないと考えられているようですと。こうやって見ますと、いろいろな書物に、このようにこう離婚病と思われるようなことがたくさん書いてあるということなんですよね。さあ、この初期望の語りは続きます。その他、遺書にいろいろな奇病の部があります。奇妙なことが多く不審に思ってしまいますが、根拠のない話ではないようです。現実にこのようなことを目の前で見るのは稀のことです。ですが、私にはその経験があります。例えば、私が1年前に肥後国の裸島へ参った時のことを話しましょうとですね、この初期望の口がだんだん回ってくるわけですね。私は四頃村の奥原久蔵の家に一泊の宿を借りました。久蔵の妻の首が体から離れ、白い糸を引きながら窓を出て行方知れずになったのです。さっきの絵と似ていますね。明け方になって、この首は戻ってきて自分の体に収まったのです。主人とは長年の付き合いなので、密かにそのことを知らせ、私の家事の力でもってこの奇病を治しました。その後、怪しいことは何もありません。どれほどの難病といっても、霊能の力で回復しないことはないのですと語りました。孝右衛門は話をしみじみと聞いて、心の中で考えたんですよね。初期望は肥後国の奇病を自分の手柄話にしているから、この度のこともどこかで噂にするかもしれないとすれば、当家の名を出すに違いない。やはりこの山伏を亡き者にしなければと思いつくと、彦山への帰り道に家来を回しておき、遠屋でこの初期望を居殺させたのです。ちょっと気の毒ですけれどもね。初期望は霊力優れた賢者であったが、孝右衛門の忠義の一念によってこのように暗殺されたわけですと書いてありますが、孝右衛門にとっては、この自分が仕えている家の、お姫様の、そして家の名誉面目を守るためにという忠義だったかもしれませんが、それによって殺されてしまう、そんな初期望が本当に私は気の毒でならないんですけれどもね。さあ、このように武士が秘密を守るために人を殺す例は、例えば佐々木盛綱が藤戸の案内をさせた裏の男を殺害したという例がある、妖局藤戸の話がそれであるという例もあるそうですが、しかし孝右衛門の場合は別に密かに塚を作り、真心を込めて初期望の念仏供養をしたということです。確かにこの孝右衛門、初期望を恨んで殺したわけではないですからね。やはりこう秘密を守るためとはいえ、人の命を殺めてしまったということで、こうやってしっかりと供養は行ったわけです。ここで作者の言葉が書いてあります。本当に魂は天に帰り、魄は地にとどまるのだろうか。たまたま塚の底でホラ貝の音が聞こえたのを、そこを往来した旅人が怪しく思ったとかと書いてありますが、なるほど、この初期望がこう埋められたその塚のところで、
まあ、諸亀房の魂は天に行きましたが、諸亀房のこの魄は地にとどまったということで、まだまだこの諸亀房は塚の底でホラ貝の音をさせているのかもしれませんね。まあ、この塚どこにできたかは分かりませんが、もしまだまだこの魄というものが何年経っても何百年経っても、まあ、このように天に帰るということがないのであれば、いまだにその土の下からはホラ貝の音が聞こえてくるかもしれませんね。まあ、そんな話を聞いたこの人呼ぶねのお客さんたち、まあ、どんな気持ちになったんでしょうね。ゾーッとしたのかもしれませんし、魂というものはずっと残るのだとしみじみと考えたのかもしれませんし、まあ、このように人呼ぶね、皆さんもぜひこの船に乗ってみたいと思いませんか。私もですね、まあ、こうやって出張なんかで長旅をすることもあるんですけれども、まあ、そんな時にですね、まあ、こうスマホですとか、まあ、こう小説を読んだりしないで、たまにはこう乗り合わせたお客さんたちとその人たちの地元の怖い話を聞いてみたいな、なんていうことも思いました。それでは本日は人呼ぶねをお聞きいただきました。早稲田大学のアーカイブですとか、大阪怪談集などさまざまな文献でも見られますので、ぜひ興味がある方はご覧ください。それではご覧いただきありがとうございました。また次週も日本怖い話でお会いしましょう。さようなら。